スペインのリアドロが端午の節句を祝う人形も制作をしています。少し眉毛の下がった愛くるしい表情も魅力的です。美しい鯉の絵が施されています。皆さんこんにちは、デパちゃんのお時間です。松坂屋名古屋店や大丸松坂屋オンラインストアで取り扱っているとっておきの商品やサービスを紹介するこの番組、今日はリビング担当の私太田がお伝えいたします。早速ですが皆さん、リアドロというブランドをご存知ですか？今回は世界で愛されるブランドリアドロの人形、それも日本向きの作品を紹介いたします。まずはリアドロについてご説明します。磁器でアート作品を作るスペインのブランドです。世界120カ国以上で展開されており、今年で創業70周年を迎えるブランドとなります。芸術品として世界中にファンがいます。磁器ならではの高級感あふれる質感、洗練されたシルエット、豊かな表情が特徴です。リビングや玄関に飾る人も多いです。愛らしい少女や動物たちをモチーフにしてファンタジーな世界を表現したものも有名です。最近では有名キャラクターとのコラボやシャンデリアなどの照明器具、またフレグランスなども展開が増えております。スペインのリアドロが端午の節句を祝う人形も制作をしています。まず一つ目の作品はこちら、若武者勝ち虫という作品です。男の子の誕生のお祝いなどはもちろん、インテリアとしても大人気です。では詳しく説明していきますね。甲冑は幸福の象徴、中国の空想上の動物麒麟、健やかで幸せな成長を願うモチーフとして用いられてます。こちらジンバウリはですね、トンボ柄です。前しか進まない勝ち虫として、もともと戦国武将に好まれていたモチーフです。お顔はですね、少し眉毛の下がった愛くるしい表情も魅力的です。リアドロは癒しのブランドなので、こういった柔らかい表情になっています。続いての作品はこちらです。リアドロの兜です。美しい鯉の絵が施されています。鯉は古来より縁起の良い魚として愛されてきていて、厳しい人生を乗り越えて立派に成長してほしいという願いが込められています。時期ですので出し入れだけ気をつけていただければ、防虫や色褪せの心配もなく、お手入れも簡単です。具体的にどういう風な、軽く乾いた布で拭いていただける程度でも大丈夫です。節句のお祝いを控えている方はもちろんですが、和室ではなくリビングに飾りたい方、またコンパクトなお人形を探している方にお勧めしたいです。今回ご紹介したこの2点ですが、2月28日までは早期購入キャンペーンとして期間限定価格でお求めいただけます。さらに今リアドロの5月人形を購入していただくと、お子様の名前を入れた立て札を漏れなくプレゼントいたします。今回ご紹介したリアドロのこの作品は大丸松坂屋オンラインストアでご購入いただけます。ぜひ興味を持たれた方、ご注文をお待ちしております。またこの動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。